はい、それでは3つ目、自由権になります。この自由権というのは近代になって、もう真っ先に保障されるようになったものです。まあ、そもそもその憲法の成り立ちを、まあ、復習すると、王様が勝手に国民に税を課したりとか、その自由を制限したりとかすると、これをこう防ぐために王を縛るのが憲法でしたね。なので、王が好き勝手に何もしないってことは、その王に支配されている人々が自由になるということなので、もうこの自由権っていうのはとても大事になってくるわけですよね。はい。で、このことについて学習課題、自由権が保障されることが重要な理由とは何かということをちょっと考えていきたいと思います。はい。いくつか、まあ、自由でこれ3つあるんですけども、この3つについて、見ていきます。まず精神の自由なんですが、これ何かを考えているということですね。頭の中で考えているということで、これが自由だ、まあ、自由だっていうふうに思うのが、まあ、普通だと思うんですよ。頭の中で何考えているといいでしょうというふうに思うと思うんですが、実はダメだった時があるんですね。でそもそもそうですね、例えば何かこう犯罪じみたことをこう考えていてもですね、でも実際に頭の中で考えているってことで、こう逮捕されるっていうのは、おかしいじゃないですか。考えない方がいいと思いますけどね。考えない方がいいと思いますけど、でも実際に何かこう犯罪じみたことをやってたら、じゃあそれは捕まっちゃいますよ。だけど、頭の中でふと考えてしまう。でも実際にやってない。だったら、それは逮捕はおかしいなと思うと思うんですが、実は日本ではね、戦前、治安維持法というのがありまして、でこれはですね、反天皇、もしくは、社会主義、共産主義、まあ、こういったことをこう進めるようなことをした場合には、まあ進めるのはダメですよということですね。でこれは社会主義とか共産主義っていう考え方ですから、その考え方をこう例えば本にして書いたり、それから一人喋ったりということで、君は社会主義だねというと、まあ、逮捕されて、有罪になってしまったりするということですね。これ最高刑ではもう死刑までありましたからね、まあ、とんでもないことですよ。だからこういうふうな、その心の中は、まあ、自由であるというのは、結構その心の中まで踏み込んで、不自由にしてくる可能性があるので、とっても大事だねということなんですね。まあ、中身を見ていくと、例えば思想良心の自由と、どういう考え方を持っててもいいし、どういうふうにこれがいいあれがいいっていうのは、まあ、各人の自由である。それから信教、どんな神様を信じてもいい。集会結社、表現の自由で、学問の自由、こういったものが実は、自由権の中にありますよということです。精神の自由ですね。次、身体の自由ですね。で体というのがむやみに拘束されることはないということです。で、まあ、確かに逮捕というのは ありますよね。だけど例えば現行犯だったら、これは逮捕はできますと。しかし、警察から見て、あの人なんか悪いことしてそうだなという場合でもですね、適切な段取りを組まなければ逮捕は勝手にはできませんよっていうふうになっているわけですね。でそれが令状です。これは裁判所が出す令状ですが、勝手に逮捕をしたりとか、勝手にその住居に捜索をしたりとか、まあ、こういったことはできませんと。でこれなぜかといったら、一人一人の身体で自由なので、国家が無理やりその人をこう連れていくってことは、よっぽどのことがない限りできませんよということになっているんですね。ここまでこうきっちりやっている。でさらに、まあ、実際に捕まったとしてもですね、拷問などを禁止するということ、また殴ったり蹴ったりしてやったかやってないかというのをこうやったということを引き出そうとすると。でこれは日本では戦前はあったわけですね。でその他にも、例えば刑罰で言えば残虐な刑罰があったりとか、それから
悪いことやったというふうに言わなければ、まあ、一生出れないよと、自由になれないよって言って脅されたりとか、でこういったものについては例えば裁判の時には証拠にならないということがあったりとかして、こういった自由というのは我々が自由にこう動けるようにするためにも大事だということが言われてますね、はい、で次3つ目ですが経済活動の、まあ、自由になります、はい、経済活動の自由というのは、例えば職業選択の自由とか居住移転の自由でこれも普通に自由かなと思うんですが戦前これさっきの治安維持法と同じような感じで国家総動員法というのがありました。で国家総動員法では、例えばその戦時下に、あなたは、兵隊に行ってくださいねとかあなたは工場で、武器を作ってくださいねとかいうふうにして自分 のやらなきゃいけない仕事があるのにそれを一旦置いてですね、行きなさいって命令でこれで従わなきゃいけないですね。なので、憲法の中で絶対にこれは自由だから勝手に人をこう国家の思い通りに動かすってことはできません。で本人の職業も選択の自由があるし、住む場所についても自由がありますよというふうにしているということなんですよね、はい、で財産権の保障についても国家が強制的にあなたの財産は国家にもう出してくださいなんてことはできないようにしているということです。でただこの3つの中でですね3番目についてはちょっと制限がかかる可能性が高いというか他よりも経済活動の自由だろうって言ってやったら何でも通るかというとちょっと難しいところはあるようなんですね。でなんでかというと経済活動の自由を認めすぎると貧富の差が拡大しちゃうからです。すごくこう貧しい人とそうでな、もうお金持ってる人とのこの差が激しくなってしまったりとかもともとそのお金をたくさん持ってたら土地をもう全部こう買い取ってここら辺は誰も住まわせないなんてことをしたらですね、その本当に、住み心地のいいところは一部の人だけで確保されてしまって本当にしんどいようなところばっかりにこうたくさんの人が追いやられてしまう可能性があるわけですよね。なので、勝手な土地利用があったりとかそれから貧富の差がこう激しくなったりとかしてあんまりみんなのためにならないなと思うことについては国が法律などで制限するということがある。だからこの3つの中でちょっと経済活動の自由だけは国の制約を受けやすいよでそれが、まあ、認められているよということを理解しておいてください、はい、ということで、学習課題自由権が保障されることが重要な理由とは何か、まあ、これね自由権が保障されてないと どういう不利益が我々にあるのかということを考えてみてください。はい、以上です。